Sometimes I'm fine in the backseat. Feels like my life's moving past me. And I get so caught up in things I'll forget 10 days from last week. There's too much blessing every day for me to leave on the shelf. Just lift your head, cause there's no reason you should be by yourself. Cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's not. おはようございます。今日は一日の Vlog を撮っていこうと思っております。ちなみに今は9時10分です。今日の予定は、ジムに行って、その後ちょっとランチして、カフェとかでちょっと仕事しようかなと思って。最近結構なんかお家でずっと編集することとかも多かったし、ちょっと気分転換に今日はカフェでお仕事をしようかなって思ってますっていう感じかな。そこまで用事はないんですけど、今日のメインはジムということで、私はパーソナルジムに通ってるんですけど、ジムで何やってますかっていう質問も来ていたりするので、撮れるだけ頑張ってどんなのやってるよみたいな感じで撮っていこうと思います。最近あんまりジム定期的に行けてないんですけど、ちょっと久しぶりに行けるということで嬉しい。結構久しぶりにやるとね、やっぱり全然筋肉が衰えちゃうじゃないけど、こんなきつかったっけっていつもなってる。でもいつもね、しっかり追い込んでもらうんですけど、今日もトレーニング頑張っていきたいと思います。I can be a diamond, the one that you can find in. Give you time and a little more. Baby girl, won't you come my way? Hop up in that plane, maybe we can spend the night. お願いします。ご紹介いいですか？はい。はい。ということで、みほさんです。みほです。お願いします。お願いします。今日は代官山庭園へ。はい、来ました。いつも恵比寿ですもんね。いつも恵比寿です。いろいろお越しいただいてありがとうございます。こちらこそ。もう1年ぐらい経ちましたよ。もう全然7月ぐらいでした。7月です。だから1年2ヶ月とか。え、最初ね、新宿から通ってたので。あ、そうだ、いろいろ行ってる。3店舗ぐらいを。3店舗目です。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。じゃあ今日ワイドスクワットから、はい、行きます。はい、足幅は肩幅の大体2倍ぐらいになります。しっかり膝広げて、ぐーっと足裏の内側に力を入れる。これを繰り返していきます。はい、OK。で、一回担いで、よし、気持ちもう少し開いてみます。そう、で、一回ちょっと下がってみます。で、膝をさらに外側に入れ、そのまま上がる。一度上がった時に、この骨盤をぐるっと前に出して、ラスト10、はい、OK です。よし、はい、じゃあ次がアダクションっていう足からの動きで一番動きたいときです。はい、膝だけは外側にぐっと広げる。で、広げて、私が押すので抵抗しながらゆっくり閉じていきます。閉じて、で、広げる。
2セットで行く前にもう一種の重ねます。はい、はい、片足のヒップスラスト、はい、を行きます。はい、はい、片足でこういう風にお尻上下に上げるんですけど、基本的には骨盤をちょっと前傾、お尻に押し反るような感じで、はい、前傾させて、そこからちょっと後傾させる。そうすると胸動かないです。胸を動かさずにお尻だけ下げて上げてっていう動きを意識してみます。20回20回いきます。2、そう、動きないです。3、4、超大きなお尻グッと縮める。はい、ラスト10、 OK、 よしいい感じです。うまいね。これで一気にバーってきますよね。うまいです。でも、もう逆足ありますから。はい、最後いきます。OK。 あー、じゃあお疲れ様でした。優しい。優しい。で、今度背中鍛えていきます。最初の姿勢、まず胸張って肩を少し下げます。そこからぐーっと伸ばして、ピッピッ戻す。こんな感じで15回。しっかりそのまま下げて、胸張って、ぐーっとしたい。で、これ止めて、3、5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 、
えていきます。はい、今度肘を体の側面にぶっつけながら引いていきます。はい、しっかり胸張ったまま下げて、でそのまま腕だけを戻していきます。で伸ばしきらずに手前で止めて、またここからぐっと引く。1、そうで引いたら肩甲骨ぐっと寄せる。はい、じゃあ戻します。 OK、 うん。じゃあ今から二の腕の種目いきます。はい、お願いします。はい、二の腕はもう重いのままを持ちすぎると太くなっちゃうんですけど、ある程度軽いので何回もやってあげると引き締まるので、はい、じゃあそれメインでいきましょう。はい、二の腕しっかりとこう折り曲げて後ろに引いて、こう伸ばします。そしたらこっからずっとここまで上げます。またここからしっかりと二の腕伸ばして戻して上げる。大丈夫そうですか？はい、ここしっかり伸ばして、そしたら肘をずっと伸ばしてください。1、2、10、腕伸ばしていく。じゃあ1回持ち替えます。ここから1キロで回数重ねていきますね。でここから10回いきます。せーの、はい、あと2回、9、ラスト、 OK。 あやばい。はい、ほら今めっちゃやばいですよね。4、あと1回だけで、そっから重さ持たずにいきます。よし、じゃあ戻ります。で拳作って、ここから10回、ありがとうございます。やばい、明日が怖いです。どこが一番やばいですか今？え、でも今はもう最後にやった腕がもう今もうちょっと持つのがきつい。確かに。いや本当、お仕事の合間にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、ということで今ジムに行ってまいりました。でここ代官山なんですけど、事務所が代官山にあって、ちょっと今からマネージャーさんとランチに行こうと思います。楽しみ。なんか気になってた古民家カフェみたいなところに今から行こうと思います。ご飯だ。ちなみに
久しぶりのトレーニングでめちゃくちゃ疲れました。ではお昼ご飯向かいます。はい、じゃあこんにちは、もえさんです。韓国 Vlog ぶりの出演ありがとうございます。温玉冷やしうどんごぼ天トッピングしました。いただきます。山に来たみたいな、庭園で食べてる、すごいゴリゴリの都内渋谷。おいしいですか、うん、味濃いめですかこれ。ちょっとでいいかな。うん、あ、やばい、編集中にお腹空きそうな気が取れてしまった今日もあっ、うわ、え、石がどこから落ちてきた、落ちてきた、し、死んでる、しかも落下して死んだ。手でいけるんですか、つお。うん、なんかチップスみたいです、うんうん、あっ、ごぼうの味がする食レポめちゃくちゃ下手な人ごぼうの味がする。え、何でしたっけ一番好きな野菜。ナス、玉ねぎ、玉ねぎ、あ、マッシュルーム、あ、マッシュルームだ、そうだ、うん、ごぼうはランク外。まあ、なかなかね、ごぼうってむずいですよね、うん、なんか使い方、なんかさ、家でもさ、調理しづらいじゃん。確かに、ごぼうって、なんか入れた瞬間に全部がごぼうの味になりますよね、うん、味が強すぎて。え、何やります、友達となんか遊ぶっていうか、あったら、うん、え、もう飲むか、カフェ行くか。そうなりますよね、やっぱ、うん、これずっと課題だと思う、なんか、うん、大人になると遊び方が分かんない。本当にないよ、本当に暇やったらカラオケとかね。あー、お姉さん何やったんですか。もうね、分からんすぎてさ、もうランキングに入ってるやつが知ってるの選ぶ。でもなんか今のそのランキングに入ってるやつとかってなんか聞いたことあるんですよ、うん、でもそのなんか TikTok とかで聞いたことがあるから、うん、寂しく知らなくて、一部だけだね。なんか友達とかが歌ってて、うん、最初はなんか結構何の歌って思ってても、うん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 、サビで急に あれかみたいな結びつく時もあるし、でもこの前友達とカラオケで、うん、なんか年代の何年って指定してランダムっていうか、うんうんうん、勝手に年代の名曲が流れてくれるメドレーみたいなのがあって、うんうんうん、でもなんかそれ友達は順番にマイク回していって、うんうんうん、歌えなかったら飲むみたいな、うんうん、そういう感じで飲みゲーなんですけど、うん、それをやってなんか楽しいよみたいな感じで。絶対ほぼわかんない。でも意外となんとなく歌える？そう、聞いたことあるやつとかもあるから、あ、これねみたいな感じで面白かったです。楽しい、ちょっとやってみる、飲みゲー。その友達はでもスナックとかでやるって言ってました。あー、なんかそういう飲んで歌うみたいな。何がいいんだよね、この年になったら。みたいな、買い物もね、うん、一人でできちゃうなって思っちゃう。一人のがっていう。何してるんだろう、みんな。カフェじゃない？カフェ、はしご。みんな食べれます。もうずっとお茶してるみたいな感じですよね。ずっとカフェラテ飲んでる。体内の水分の 30% ぐらいカフェラテなんじゃないですか。うん、かも。マジで。なんか今日は自然に囲まれてるすごいずっとグリーンがある。めっちゃヘルシーな女性の生活みたいな。もえさんがバカでかいオートミルグラテンを買ってきてくれました。嬉しい。ちょっとカフェでお仕事します。したい。ここで出して。え？出ますよね。なんで？
コーヒー大好きなんですけど、うん、今日全然やる気起きないからやめるか。いちちゃいます。うん。違うよ。もう、理由は分かっている。普通に昨日朝まで飲んでました。そうだったんだ。全然気づかなかった。元気ですね。しかな。私無理かも。皆さん結構意外とね、いけるっぽい。どこで飲んだんですか。新宿。え、しかもな、まあ、ディープ。知らんけど。でもやることはもう終わってる。じゃあ、まあ終わってるっていうか、まあ、来たら随時。そうですね、そうしましょう。はい、ということで帰ってきました。今日もすごくいい一日を過ごせました。朝から、まあ、朝ってほど朝でもないかもだけど、運動してランチしてカフェでお仕事して、すごく充実した一日になりました。結構やっぱりジムで何してますかっていう質問も多かったので、まあちょっと詳しく美穂さんトレーナーさんにもいろいろとこう説明してもらいながらやっていただいたので、そこら辺とかもぜひ参考になったら嬉しいなって思います。今日結構気温がいい感じで涼しかったので、すごいカフェでの仕事もめちゃくちゃ気持ちよくて、まあ、やっぱり家で私はずっと作業することが多かったりするので、たまにはああやって外に出て編集するのもいいなって思ったので、ちょこちょこやっていくのもいいなって思いました。ちょっとすごい夕日がめっちゃ夕日が差してますが、今回の動画なんですけど、ファーウェイさんにご提供をいただいてまして、今日も1日つけてたんですけど、このスマートウォッチをご提供いただいて、ファーウェイウォッチフィットスペシャルエディションっていうやつなんですけど、私前にもファーウェイさんにご提供いただいて動画を作らせていただいたことあるんですが、その時もこういったスマートウォッチを紹介したんですけど、そこからまたさらにリニューアルしてるらしくて、なんかこれは今までのその時計の価格と機能のいいとこ取りをしたスマートウォッチになっているそうです。まあ色々とアップグレードされてたりとかもするんですけど、睡眠をとってる時のモニタリングだったり、血中酸素レベルのモニタリングとか、結構そういう健康管理が色々できるっていうスマートウォッチになって、そうだから私の昨日の睡眠の質っていうかレベルもね記録されてるんですよ。睡眠スコア82でした。ほんと詳しく出てくれて面白いんですよね。これも深い睡眠が1時間37分とか、浅い睡眠4時間36分、レム睡眠1時間21分、覚醒0回覚醒何時に寝て何時に起きたとかも全部記録されてて、こう見返すのも面白いし、まあ、自分のその睡眠状態、睡眠の質がどのぐらいなのかっていうのもいろいろ見れたりして、結構面白いんですよね。なんかスマートウォッチってやっぱり時計っていうか腕時計だから、結構こういう画面とかもちっちゃいみたいな印象を持ってる方もいると思うんですけど、その画面も大画面になっていて、約 1.64 インチのディスプレイなんですって。だから結構見やすくて、もちろんこう時計、スマートウォッチなのでこういった感じで時計も見せ方が時計も見れるし、なんか心拍数だったりとか、ワークアウトモードとかもあるので、私も今日ジム行った時にワークアウトモード設定して、1時間のワークアウトでどんだけ消費したのかみたいな記録、これも記録できたりして、そう今日はカロリー299キロカロリーを消費したっぽい。そうで、ワークアウトモード結構いろいろあるんですけど、ランニングとかする人結構これおすすめで、 GPS がついてて自分がなんかどこのコースを走ったとか記録してくれるので、それもすごい私は便利かなっていう風に思いました。その他にもプール、水泳とかサイクリングとかもあるし、縄跳びとかもある。すごいいっぱいあって、運動するきっかけにもなりそうですよね、こういうのあると。まあ、あとはなんかストレス測定とかもできたり、あとまあ女性の方とかだったら生理の周期とかも登録できたりするので、そういったところもすごく便利かなって思います。しかもすごい軽いから、なんかジム行ってる時とかも全然気にならなかったし、一日中つけててもそんなに気になることがなかったので、すごいこう生活に溶け込んでくれてるっていうか、もう一部に結構なり始めてる。割とすぐ慣れちゃうと思います。もちろん iPhone と連携できたりもするので、 LINE の通知だったりとか、なんかいろんな通知もここでビーって振動が来るので、ここでさって確認もできるし、そこもすごい
よかった、まあ、ぜひ気になったっていう方いたら見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じで1日の Vlog を撮ってみました。まあ、今回は結構トレーニングメインな感じだったんですけど、なんか今日すごいヘルシーな1日だったかも。なんかランチもカフェもすごいこう自然を感じたっていうか、グリーンに包まれてる環境だったので、なんかすっごいリフレッシュできた感じがあって、とってもいい1日でした。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。